どうもこんにちは、ザワチャンネルです。先ほどのね、動画でも公言しました通り、金曜日の夜、皆さんを退屈させないためにも今日は2本立てでお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。まあね、さっきのね、動画と重複してしまうかもしれませんけれども、関東インカレ男子ハーフマラソン2部、こちらをねしっかり喋らさせていただきたいと思っております。まあやっぱりですよ、まあ、なんといってももう優勝候補筆頭は、日本薬科大学サイモン・カリウキ選手。まああのね、初日の1万メートルでもぶっちぎって優勝してますからね、もうかなり調子がいいんじゃないかなと。まあね、昨年とね、優勝しました池田輝星選手、今回は今年はいませんのでね、サイモン・カリウキ選手、まあ昨年は3位だったんですけども、しっかり、優勝を狙ってくるんじゃないかなと、思っております。まあね、しっかりとね、留学生が引っ張ってですね、このハーフマラソンをね、面白くしていただければなと、ぜひとも頑張ってもらいたいなと思っております。そしてまあそれに絡んでくるであろう日本人選手、まあ昨年はね、あの一部の方のハーフマラソンで4位に入りました大東文化大学原選手、そして2部の池田選手に続く2位に入りました中央学院大学大森選手、こちらにもねやっぱ注目したいなと思っております。でまあやっぱ青山学院大学勢ですね、はい、やはり、池田選手がね、2連覇してますんで、ぜひとも、青学勢の3連覇を、成し遂げてもらいたいなと思っております。まあ、そしてですよ、まあ、今回、ザワ、2017年度シーズン、一番注目したいなという選手を、まあ、こちらハーフマラソンエントリーしておりましたんで、ご紹介してみたいなと思っております。神奈川大学、大塚大和だーと、いうところでね、しっかり叫ばさせていただきました。まあ昨年ですよ、本当。まあ序盤はね、ちょっと苦しんだんですけれども、秋のね、アゲオハーフでしっかりと1時間3分台持ってきて、まあ復活しましたよね。で、箱根駅伝ですよ。8区にエントリーされがたかと思うと、下田優太選手に次ぐ区間2位に入っておりますんで、しかもやっぱ箱根駅伝の、やっぱ8区といえば、まあね、一番気象条件もきつい、そしてまあ当然アップダウンもありということで、かなりきついコース設定なんですよね。そこでしっかりと区間2位でまとめられているというところで、なおかつね、やっぱ神奈川大学のシード権獲得をね、もう確定させた走りといっても過言ではなかった、軸走してますんで、こちら期待したいなと。そして2月の日本クロカン、まあ僕もね、まあ現地観戦行ったんですけれども、大塚選手しっかりと4位に入っておりますんでね、この成績は見逃せないなと。まあ、やっぱり世界をね、はい、その後世界クロカン行きまして、まあ世界を経験するとやっぱり自分の中でも意識もね、変わってくると思いますので、本当2017年シーズン、いやーちょっと大塚選手ね、注目していってみたいなと。で、まあ4月のね、日体大記録会でも1万メートル PB 更新してますんで、いや本当ね、期待したいなと思ってますよ。このハーフマラソンでね、どちらかといえばね、本当トラックよりもね、本当ロードで生きるような選手だと思いますんでね、しっかりとそういったハーフマラソンで最低でも入賞、ね、あわよくば上位3位をね、目指してですね、ぜひとも頑張ってもらいたいなと思っております。まあね、本当に2部のね、ハーフマラソンも1部以上にね、盛り上がると思いますので、しっかりと皆さんこちらも注目していってもらいたいなと思っております。ザワチャンネルでした。